皆さんこんにちは、カモネギ投資家カモラレです。今回の動画では今週1週間再び急反発を見せて上昇基調になっている銘柄について、半導体関連のあの銘柄だけすごい盛り上がりだなと上司が言っているように、基本的には成長株の範疇に入る半導体関連の銘柄、依然としてマクロ環境は良くない状況が続いていますけれども、サムネイルにありますようにあの銘柄レーザーテックだけが非常に急反発を見せています。その理由についてまずはご説明したいと思います。そしてレーザーテックと他の半導体関連の銘柄およびアメリカのマーケットにおける半導体の銘柄、これらを比較して投資家の半導体銘柄に対する注目度、熱量について足元どのようになっているかというのをお話ししていきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。まずはレーザーテックの株価の動きをご覧いただきますと、こちら半年間の株価推移を示していますけれども、直近だと8月中頃にピークをつけてから約1ヶ月以上下落トレンドをたどって、一番谷のところで14,695 円と9月末につけていたところから急激に反発して、現在2万円を超える水準に戻しています。この間約 40% のプラスということで、急激に落ちてきて急激に再び上っているという形ですね。上司が言うように半導体の需要って陰っているんじゃなかったということで、以前の動画でもご紹介したように、昨年2021年までの半導体の旺盛な需要というのは足元非常に陰ってきています。具体的な半導体およびメモリの需要について弱含んできていることをご説明した動画を以前お出ししたので、よろしければ概要欄のリンクからご覧いただけますと幸いです。ということで、半導体需要が落ち込んできている中でのレーザーテックの反発、この理由をご説明する前提として世界の半導体メーカーの動きを見ていただきたいと思います。まずは台湾の TSMC、これまで足元数年間かなり大きな額の設備投資を行ってきました。レーザーテックの製品も当然半導体メーカーがたくさん工場を作ればそれに応じてたくさん買われるということなので、 TSMC の巨額設備投資というのはレーザーテックに恩恵がありました。足元から今後数年間にかけてどのような計画になっているか、まず2024年度にはアメリカのアリゾナ工場と熊本の工場を稼働する予定です。新たな工場を稼働するということは、半導体を作るにあたっての各種設備が必要になってくるということで、2023年度には一定程度の装置搬入が見込まれてプラス成長かと従来は見られていました。しかし足元の半導体需要の弱含み、これを踏まえてですね、この2つの工場に関しての計画に対しては変更しないんですけれども、そのしわ寄せとして他の半導体設備、主に3ナノメートル、5ナノメートルの半導体に対する増強というのが後ずれするというふうに変更されました。というようにコンセンサスが変更されたことで、 TSMC の設備投資計画、今後足元数年間にかけて従来は年ごとに増えていくというふうに見られていたものが、2022年度から24年度にかけて400億ドル、350億ドル、400億ドルというふうに2023年度に一度設備投資額が減額する、このように見られるようになっています。これは完全に需要の弱含みを踏まえた半導体設備の投資、これを抑制する動き、レーザーテックをはじめとする半導体関連の銘柄にも良くない予想となっています。ただですね、実はレーザーテック、これまで何度か動画にお出ししていますけれども、半導体の小型化、先ほどは3ナノメートル、5ナノメートルというふうに申し上げましたが、この半導体の小型化、これにおいてレーザーテックの製品というのは欠かせない存在、そしてほぼ一社独占の市場となっている状態です。そしてこの点に関して別の半導体メーカー、もう一社サムスン電子、こちらの方ではいいニュースが入っているわけですね。具体的には2025年に2ナノメートル、そして2027年には 1.4 ナノメートルの半導体を量産する計画、そしてこれはシェルファースト戦略というのを今後採用すると今月の頭に発表しています。シェルファースト戦略とは何かと言いますと、シェルというのは工場、これをファースト、先にする戦略ということで、従来まで半導体メーカーというのは半導体を使う各企業からのオーダーに応じて必要な分だけ工場を建てていたわけです。サムスン電子は今後注文に応じて
工場を建てるのではなく、先に工場を建てて半導体の製造・供給を安定化させることを優先するというふうな戦略に転換したわけですね。さらに他の半導体としてモバイル向けの3ナノメートル、車載用の4ナノメートル、これも強化・多様化する方針を示しています。こういった半導体の小型化に向けた動きであったり、需要に依存しない工場の建設、設備投資というのは非常にレーザーテックには追い風になると思われます。ここまでの各半導体メーカーの動きをご覧いただいても、少しレーザーテックって他の半導体銘柄よりも得意な部分があるんだなと感じていただけると思います。半導体を作るにあたっては別の動画でご紹介したようにいろんな工程がありまして、様々な製品が必要になる。その中でレーザーテックが製造している製品というのは、先ほども申し上げたように小型化には必要不可欠なもの、そして一社独占のマーケットになっていること、さらには受注してから納品するまでに非常にタイムスパンが長いという特徴が挙げられます。こういったレーザーテックの製品の特徴を踏まえて、他の半導体銘柄と営業利益の推移予想というのを比べてみますと、面白い特徴が現れます。それぞれ代表的な銘柄を5社並べていますけれども、2020年、21年の実績の営業利益、そして22年から3年間の予想営業利益を比べてみますと、一番左のレーザーテックを除いて、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコ、スクリーンホールディングス、どの企業もですね、2023年、先ほど TSMC の設備投資額が一度減ると予想されていると申し上げましたが、この年度に関して各社とも営業利益はマイナス 4% から 8% の範囲で減少すると予想されています。一方でレーザーテックだけはですね、営業利益2023年度も継続して上昇すると予想されている。この点に関しては半導体銘柄の中でもレーザーテックだけが足元反発しやすいというか、先行されやすいという条件に当てはまるものかと思われます。なぜレーザーテックの2023年度営業利益が減少しないか、むしろ増えるかというのは、製品の特性上、研修待ち及び収益計上基準、受注したタイミングで収益計上するのか、納品するまで計上しないのか、そういった基準で非常にタイムスパンの長い製品を販売しているレーザーテックは、この2023年に収益計上できる取引というのが多く残っているわけですね。そしてこれは注文自体が大幅にキャンセルされたり、受注先が倒産するなどといったような大きな事象が起きない限りは成立する取引、確度の高い予想となっています。この営業利益の予想を見ると、おおだったら半導体関連はレーザーテックだけたくさん買えばいいじゃないかというふうに思うかもしれないんですけれども、そのレーザーテックの株価、これがですね、非常に割高になっているというのがこちらですね。 PBR が16倍、 PER は50倍ということで、2022年入ってからアメリカの利上げの影響もあって、成長株というのは非常に株価下がってきた展開ですけれども、それでもですね、またレーザーテックはこの高い倍率、株価が割高であると示されるような水準。一方で他の4社に関しては、 PBR に関しては2倍から5倍の範囲、 PER に関しても8倍から17倍ということで、かなり抑制されてきた水準にはなってきています。このあたり営業利益の推移予想を考えて、レーザーテックの強みというのを先行するのか、それとも割高割安の水準を見て買いづらいと考えるのかは人それぞれだと思いますけれども、足元レーザーテックだけが上がっている状況というのは全社を優先している傾向にあるかと考えられます。それではここからは2つ目のテーマを踏まえて、レーザーテックと他社の株価の比較、そしてアメリカの半導体銘柄の状況、ソックス指数、フィラデルフィア半導体指数を用いて比較していきたいと思います。まずはですね、株価の動きに関して、レーザーテックは営業利益が他社よりも安定的と話しましたが、それとは相反して株価の動きは相対的には荒いものとなっています。上からオレンジがレーザーテック、青はソックス指数に連動するアメリカの ETF、 緑が東京エレクトロンとなっています。どの銘柄も半導体関連ですので、トレンドとしては同じ動きを見せていますけれども、足元のところだけはレーザーテックだけが上昇して、アメリカのソックス指数であったり東京エレクトロンというのは未だ低調な動きとなっています。この動きを見てですね、一部テレビの経済番組に出ているようなよくわからないコメンテーターが、レーザーテックはデイトレードの標的になりやすい銘柄、ドンパチドンパチ鞘抜きをされているというふうな表現をしていました。
その話本当にそうなのかということなんですけれども、デイトレードに使われやすい銘柄、おそらくそのコメンテーターは感覚で言ってるんでしょうが、ドンパチドンパチ鞘抜きをやるということで、一番最初に頭に思い浮かぶのが出来高ですね。ここで5日平均の出来高、これの推移を先ほどの3銘柄で同じく比較してみたいと思います。そうすると5日間、これは5営業日ということですので、1週間の平均出来高をそれぞれ比較してみますと、足元のところでレーザーテックは非常に平均出来高が高まっているのがお分かりいただけると思います。これを見るとですね、出来高盛り上がっているから短期資金が集まっているんではないかというのは、一理あるわけですね。そしてこの出来高の盛り上がりと同じような水準を見せていた時期というのがあります。2022年入って1月のところですね。ここでもレーザーテックの出来高盛り上がっているんですけれども、同じようにアメリカのソックス指数に連動する ETF の出来高も大きく盛り上がっています。これはもう今年入ってすぐのお話ですので、皆さんご記憶に新しいと思いますが、アメリカの利上げがどんどん加速していくという話で、株式相場が成長株を中心に大きく下落したタイミングですね。つまりこの時の出来高盛り上がりというのは、打って逃げるという動きが中心のものだったわけです。さてここでアメリカのソックス指数に連動する ETF 青のチャートに注目していただきたいと思います。この出来高の盛り上がり、その後ですね、ほとんど2022年の間、出来高の増加見せることなく、どんどん落ち着いていっているわけですね。足元のところで少しまた上昇トレンドかなとわずかに上向いているようには見えますけれども、まだかなり低水準な出来高の様相です。この足元レーザーテックとソックス指数の ETF の出来高の盛り上がりの差を見てみますと、これはやはり半導体の需要を踏まえて、アメリカのマーケットではまだ大きく買いに行く動きになってない。ソックス指数の上昇に対してまだ大きく自信を持てていないという市場の見方を表しているものかと思います。つまり以前利上げの動画でも申し上げたように、ピークとなっているターゲット 5% 程度ですが、そこからですね、金融引き締めを転換して緩和になっていきそうだという見通しが出てきた時には、再びこのソックス指数にも半導体関連の銘柄にも買いが集まってくるかと思いますが、レーザーテックの動きがその動きと同一だと判断するには足元時期尚早だと思われるわけですね。むしろこのレーザーテックの出来高の盛り上がりが本当に短期資金ばかりであったら、また山をつけて折り返してしまう可能性というのも否めないわけです。とはいえ、先ほどご説明したように、レーザーテックについては特異性のある強みを持った製品、そして成長株半導体銘柄というのは、この1年非常に乱高下の激しい動きを見せてきました。そんな中で半導体銘柄に買いを入れる水準はどこなのか、長期投資の目線で入りたいと思った時にボトムを探る動きというのを目安にするツールとして非常に古典的ではありますが、 PBR の水準というのが面白い動きを見せています。結論から申し上げますと、通常の典型的な半導体需要のサイクルであれば、ピークの時点から PBR 半分程度で下げ止まる傾向というのが見られます。具体的にはこちらの PBR の推移、東京エレクトロン、長らく安定して PBR の推移が取れる銘柄ですけれども、2000年からですね、2022年にかけて長期で PBR の推移をご覧いただきますと、それぞれピークとボトムのところで PBR の水準を数値並べていますが、ほとんどですね、黒字のピークから赤字のボトムのところにかけては、ほとんどが4割から6割、だいたい半分程度のPBR の水準で反発しているというのがお分かりいただけると思います。黒から赤にかけての PBR の低下というのは約半分ですけれども、赤から黒にかけての上昇トレンドというのは倍以上になれば下落以上の成長が記録できているということですね。文章のところに通常の典型的なサイクル、半導体需要のサイクルについてですけれども記しております。典型的なというのは、一般的なマーケットの中でほとんどが黒から赤にかけては半分、4割から6割という PBR ですが、唯一ですね、大きく下がっているところが2006年から2009年にかけて 4.5 から 0.8 まで下がっています。これはですね、もうリーマンショックの時期を挟んでいるということで、このようなパニックの相場になってしまうと、半分どころでは下げ止まらないと。これからリセッションの確率というのがどんどん高まってくるかどうかというのも踏まえて、マクロ環境の見極めというのは非常に重要になってくると思います。PBR が半分になったからといって、ああよかった、これで割安だ、十分に調整が入ったということで安易に買いに行くのは気をつけた方がいいというわけです。ちなみにですね、レーザーテック足元の反発に関しては、初期のピークが
昨年末36倍というところでしたけれども、2022年はですね、そこから株価調整されて PBR17 倍の水準で反発が入るのが3度目という状況です。ですので実際レーザーテックでも約半分ぐらいの PBR になっているというわけですが、相対的な数値を見て十分に調整が進んだと判断するのか、それとも絶対的な数字で17倍というのはまだ割高だと判断するのか、非常に難しいところではあります。まあ、ただですね、少なくとも今足元で非常に難連騰としているような銘柄、これに飛びついていくというのは高値掴みをさせられてしまうという可能性も十分考えられますので、今の株価の盛り上がりというのは今後にかけて注目に値するイベントではありますが、安易にですね、どんどこ保有数量を増やしていくというのは少し考えながら気をつけて判断していきたいところかと思います。また実際ですね、1年前と比べてだんだん利上げのピークというのが見えてきた、折り返してくるタイミングというのが見通せてきたというのは、今後成長株にとってもいい傾向かと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。少しでも投資の判断にお役立ちいただければ幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。